不安マリアルサック・アラティベルは、スペイン・サンセバスティアン出身の料理人。サンセバスティアンにあるレストラン、アルサックのオーナーシェフ。新バスク料理の世界で巨匠の一人とされている。アルサックは、自身の料理を、署名した料理。進歩的、研究的、前衛的なバスク料理と表現している。 アルサックと娘のエレーナ現在のレストラン、アルサックの建物が建てられたのは1897年で、ある。アルサックの祖父母によって食べるん県、ワインセラーとして経営され、アルサックの両親が経営を引き継いでから洗練された、レストランとなった。ギプスコア県の守護聖人である、イグナチオデロヨラの日の1942年7月31日、料理人であるフアンラモンアルサックとフランシスカ、 アラティベルの間の一人子としてギプスコア県産ンンセバスティアンに生まれた。幼少時代は多くの時間を祖父母のレストランで過ごし、後にそのレストランはアルサックの両親が経営権を引き継いだ。アルサックが9歳だった1951年に父親が死去し、母親はアルサックがレストランの経営を担えるまで一人で経営を続けた。 マドリードのガストロノミー上級学校で本格的に料理への興味を抱いた。兵役やフランス・パリやスイスなど国外での研修を終えると、サンセバスティアンにあるアルサック家のレストランに戻って、シェフとしての訓練を開始し、肉のローストを担当した。やがて母親からレストランの経営を引き継ぎ、1989年には初めてミシュランの3つ星を得た。 2005年以降には、友人でもあるカルロス・アルギニャーノのテレビ番組に出演し、ガストロノミー文化の革新について解説している。2008年、バスク地方で最も重要な伝統である、ガストロノミーを新時代に適応させたこと、さらに、世界で最も革新的なレストランを作り上げたことが評価され、ユニバーサル・バスク賞を受賞した。 アルサックと妻のマイテイスピナの間には二人の娘がおり、1969年に生まれた次女のエレーナ・アルサックも名の知られた料理人となった。エレーナは2001年に国際ガストロノミー・アカデミー賞を受賞し、2010年にはスペイン文化賞によるスペイン国民美食料理長賞を受賞した。2012年、エレーナはレストラン誌の世界のベストレストラン50で、 世界最優秀女性料理人に選ばれた。現在、レストラン、アルサックの経営はエレーナが行っているが、アルサック自身も料理場に立っている。ありがとうございます。